おはようございます。ベイサイドイングリッシュ英語コーチの中尾正弘です。今日はですね、学ぶことについて、お話しさせていただきたいと思います。何か新しいことをこう学ぶときっていうのはこう自分がわからないことですとか、全く体験したことのないこと、もしくは途中でこう挫折したことなど、そういったものを、新しくさらに身につけたいと思って、学ばれる方が多いんですけれども、その時にこう例えば誰かに教えをこう請った時ですとか、人からアドバイスを受けた時に、いやそれはちょっとこういろんな理由をつけてこう受け入れられない方っていうのが時々、いると思うんですけれども、そういう方はこう学ぶことが自分の中の何かをこう変えること、今までとは違うことを身につけることっていうのは、自分の何かをこう変えてそれを受け入れるっていうことでもあるんですね。だからそのこう作業がフィジカルなというかこう身体的な作業に加えて、同じようにメンタルな精神的な作業でもあるんですね。新しいことを、受け入れるっていうことは、今までの考え方であったり、価値観、取り組み方をあえて今までと自分と違うことに、変えるっていうことでもありますので、その辺のこう抵抗感、心理的なこう拒否感みたいなこともあると思います。でそれがもしない方は、自分の考え方であったり価値観と同じように、ああなるほどって言って素直にその方向性と同じものでもあれば全く問題ないんですけれども、自分がこれまで途中で挫折したり違うなと感じていたことであれば、余計にその抵抗感というのが大きくなります。ですので、何かを学ぶことは自分の中の何かを変えなくてはいけないというか、変えることなんだということが普通に素直に理解できる方は、スムーズに新しいことへの取り組みができたりですとか、受け入れがスムーズにいって継続しやすくなったり、続けやすくなるんですけれども、そうでない方っていうのは、最初で拒否してしまって、もしくは最初から、自分のやり方に変えてしまって結局うまくいかないっていうことに、なりますので、できるだけ自分が何かをこう学ぼうと、新しく取り組もう、再度チャレンジしようっていう時には、その成功したやり方であったり、すでにできていらっしゃる方のアドバイスをまずは素直に一旦受け入れてみるということを意識していただければ、より、スムーズに今度は継続できたり、それを取り組まれて結果のすでに出ているものですから、同じように結果が出ると思います。でそこまで行って初めて自分のコツであったり、自分のやり方、そういったことに少しずつこう変えて、やりやすいように、より自分で納得のいくように少しずつ変えていかれてもいいと思います。ですので、最初はまずは一旦、そのまま自分で価値判断をせずに、素直に、そのアドバイスであったりやり方を受け入れてみる。そうすることで、何が自分にこれまで足らなかったのか、何を変える必要があったのかっていうのが少しずつ見えてくれば、もう達成まであとわずかですので、そのまま継続して頑張っていただければと思います。それでは、本日も頑張ってください。失礼いたします。